ゴール乾杯翔さん、何や、あの初日出足どうですか？こんなもんじゃない、普通でしょ。はいはい、どうぞ。マジ？はい、初日でしたけども、オーナーとして感触はどうでしたか？別にずっとおったわけじゃないし、まあ、どんな感じだったかわからんけど、まあいいんじゃないのこれで。まあとりあえずね、こういろいろ広島っていろんなそのお好み焼きの歴史があるじゃん。で、まあ、ああだこうじゃってなんかこう偉そうに言ったら。結局そのなんかこう怒られたり、あいつ何もやとかね、まあ、今までずっとまあ俺言われてきて、まあ、とりあえず俺も中継の年やけど、ただ別にほんまになんかこうね、いいものはいいで取り入れるし、でも時代はやっぱり変わっていきおるわけじゃんか。それに対してやっぱりこう新しいもの新しいものでこうやっていくっていうのがまあ俺の思いではあるけど、まあ、とにかく。ね、人間って出る釘が打たれるというか、なんかこう偉そうに言うや、物いらんね、偉そうなのとかって言われるし、そうじゃないじゃん、なんかね、こうちゃんとこうしたい、あしたいとかいろんなこと考えてやるよりはつだって実際おるわけだし、まあね、人を妬んだり、恨ましがったりしょったらね、ええことなんかないし、ええの思うところがありゃ、わしはいろんな店、このやり方うまいの上手なのとかね、あれはね、俺は盗むし真似するし、そうやってやっていった方がええと思うけどね。広島はなんかもう誰かについとらんには生きていくような状況になっとるけ、まあもがくよ、もがく、もがき続けますよ。お疲れ様でした。